あそれではご登場いただきましょう。出演、長尾ゆのさん、かほさん、木南遥さん、脚本バカリズムさん、演出水野いたるさんです。おめでとうございます。なお主演の安藤サクラさんはハワイ国際映画祭でヴァンガード賞を受賞され、その授賞式のため本日欠席となっております。ご本人よりビデオメッセージが届いておりますので、どうぞご覧ください。どうもこんにちは、安藤サクラです。この度は、主演させていただいたブラッシュアップライフがとんでもなく素晴らしい賞をいただいたということで、ものすごく嬉しいです。まさに自分の人生がとてもブラッシュアップされた出会いだと思っています。初めてこういう民放の連続ドラマで主演をさせていただいて、すごくドラマの魅力にやられたというか、ドラマが大好きになりました。日本もそうですし、海外に行った時もみんなブラッシュアップライフを見て、よりこう視聴者の皆さんと自分の距離が近くなったというか、それを日本のみならずもうどこ行っても感じるので、仲間が増えた気分で楽しいです。ありがとうございます。改めて皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。いやいや、おめでとう。ありがとうございます。いや、はい、うなずいてましたね。共感できるとこありました？分かった今の話。はい、あなたもブラッシュアップしてね。ただまあね、ブラッシュアップってまあやり直すとかそんなことですからね、まあ、あれは本ってさっきもちょっと言ったんですが、赤リズムさんに、はい、本当パッと1回でああやり直す、なんか終わりくらいかなっていうのは面白いなったらとんでもないんで。そうですね、はい、素晴らしかった。ありがとうございます。あなた本当にねやり直してる顔なんですよ。そうですね、もう見てるだけでなるほどと思っちゃうんですけど、楽しかったですか？はい、楽しかったです。みんな優しかった？はい。誰か意地悪してる人いない？いないです。今聞き出そうとしてるんです。そうか、それは言えないもんね。言えないもん。木南さんはどうでした？この作品本当に楽しかったですね。さくらちゃんをはじめ3人のグループからこう始まっていくんですけど、そのセリフが本当に長回しで、本当にこうずっとただただ会話しているような感覚で、お芝居とこのリアルの境界線がこうなんか分かんなくなっていくような感覚でした。ただけどある程度本当にこう気持ちを高めたらずっと動かないとっていうところが結構ありましたよね。なんかでもそれがそんなにない現場でした。あ、そう。本当にずっとリラックスして、ただ黙ってました。本当にずっとリラックスして臨めるような場で、そのセリフを書いてくださったバカリズムさんが本当にすごいなと思ってました。うん、すごいですよね。いい役もやってるしね。ありがとうございます。また言っちゃいましたけど。あれやりたかったですよ。やりたかった役なんです。見てて、はい、いいよ。ちょっといいですか？残したことがあったんですけど、はいはい、うん、主役の安藤サクラです。はい、言えた、よかったね。これずっとね、これ言ったらウケるからってずっと言ってたんだよね。登場してすぐそれ言ったらウケるからって言ってね、なかなかタイミングなかったんだよ。いや、ウケました。ウケたよ。よく言えた。ウケた。すごい、すごい。いや、本当にグランプリでしたね。おめでとうございました。おめでとうございました。本当におめでとうございます。グランプリは日本テレビブラッシュアップライフでした。はい、今一度盛大な拍手をお送りください。さくらさん、おめでとう。